それでは新郎の前より代表いただきました。そしてエコヘアデザインオーナーでいらっしゃいます大塚英治様、どうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
で大丈夫かなって思うぐらいに一生懸命やってたんですけども、でまあそんなところからまあいくら同僚の一緒に勉強してた他の力は、まあ、彼、まあ、あだ名じゃないんですけども変態って呼ばれてたんですよ。それはね本当に悪い意味じゃなくていい意味として、まあ実生活は分かんないですよ。だけど僕らの仕事の中では、まあ、彼は変態ではなしになったんですけども、ただまあそれだけ一生懸命というか、まあ、僕なんかも思うんですけども、例えば普通の美容師さんですよね、通常の美容師さんが思う、まあ、通常の美容師さんが例えばヘアカットとか髪を切ることに対して勉強する時間っていうのがあるんですけども、それは多分一生分の中で美容師人生の一生の中で髪を切ることに対して練習をするっていうことに対してのその量をする。でそれを彼は僕が知ってる限り、まあ、知り合ってから3年しかないんですけど、3年間にして多分それをはるかに超えて、それぐらいやってるんじゃないかな。だから多分彼は普通ではない、魔法じゃないという感じだと思うんですけども、まあそんな彼結構ね勉強にもお金と時間を使っていると思います。今はで今日結婚して、まあ世間の奥様結婚してね、その奥様に、まあ、今後はね、迷惑をかけないというか、お金も使えますから、うん、その辺は自分でいろいろ判断して、ただ、仕事が楽しいってことは、すごいいいことだと思います。一生懸命、例えばこれから家族が増えてきて、子供、お子さんが増えていくと思うんですけども、なんかこう、ああ、今日も仕事だな、なんかなって言いながら、仕事に行くお父さんと、おし、今日も仕事だ。楽しむかなっていうお父さんの姿を見るのとどっちが家庭や円満に行くかなって考えると、やっぱ仕事を一生懸命楽しんでいるお父さんの後ろ姿を見ている、そういう家庭の方が、まあ、いい家庭になるんじゃないかなって非常に思いますので、まあこれからもぜひ